セントヘレナ、セイントヘレナ、セントヘレナ島,セン,レナ島セントヘレナは、南大西洋に浮かぶイギリス領の火山島。アフリカ大陸からに8 0 0キロメートル離れたことで、人口は約4000人。行政上は、イギリスの海外領土セントヘレナアセンション及び、トリスタンダクーニャに属する一区域で、その中心地である。島の中心集落である、ジェームズタウンは、この海外領土の主婦である。 ナポレオン一世遊兵の地として知られる、アフリカ大陸西岸よりに8 0 0トル離れている。スエズ運河関西までは、インド洋に向かう航路上の要衝であり、給水地として用いられた、700万年前の火山活動により大西洋、中央海霊場にできた火山島で最高峰がダイアナ山である。島の周囲は断崖が多い、熱帯海洋性気候だが、ベンゲラ海流や、 貿易風の影響で穏やかである。1から4月が平均21摂氏28度、5から12月が17摂氏24度。降水量は750から1000ミリメートルである。絶海の孤島であるため流刑地として使用され、ナポレオン一世遊兵の地として著名である。このことは現在、党の観光経済に大きく寄与している。またもは戦争後にも、 ボーア川首脳の流刑地として使用された。セントヘレナ島は1502年5月21日、ポルトガルの航海家、ジョアンダ・ノーバによって発見された。島名は、コンスタンティヌス一世紀の母で、キリスト教の聖女である聖ヘレナにちなむ。この無人島では、航海に必要な豊富な材木と、新鮮な水が入手できたことから、ポルトガル人は島に生活物資や、果物、野菜を持ち込み、 礼拝堂と1.2件の家屋を建設した。彼らは定住はしなかったものの、島はヨーロッパとアジアを往復する船舶の補給基地や待ち合わせ場所として用いられた。歴史に残る最初の定住者は、ポルトガル人フェルナンド・ロペスである。1584年5月27日には、日本からヨーロッパへ向かう、途中の天照圏王少年施設が寄港している。 セントヘレナに来航した最初のイングランド人はトーマス・キャベンディッシュである。オランダは1633年にこの島の領有権を主張するが、彼らが島を占拠したり要塞化をしたりした証拠は残っていない。1651年、オランダがアフリカ南端の希望本周辺に植民を開始する頃までには島はほとんど打ち捨てられた状態であった。1657年、 オリバー・クロムウェルは、イギリス東インド会社にこの島の行政権を認めた。東インド会社はこの島の要塞化と植民を決定し、1659年に、初代総督、ジョン・ダットンが着任した。これをもって、セント・ヘレナはイギリスで2番目に古い植民地となったと、される。1660年の王政復興後、東インド会社は王の特許状を手に入れ、 島の要塞化と植民地化が認められた。東インド会社によって1658年建設された砦が現在の首都ジェームズタウンであり、この名は当時の王帝洋区港にちなんで名付けられたものである。当時の住民のほぼ半分はアフリカからの黒人奴隷であった。なお、1676年からエドモンドハレーが天文台を設置し、天体観測の拠点としていた。 1810年以降は東インド会社による関東貿易の寄港地として使用されるようになる。ロングウッドハウスナポレオン・ボナパルトがエルバ島脱出の後はアテルローの戦いで敗れるとウィーン会議により身柄の扱いはイギリスに一任された。イギリスはナポレオンの亡命受け入れを拒否し保護を名目としてこの絶海の孤島に閉じ込めることにした。 ナポレオンは1815年10月にセントヘレナに到着し、1821年5月に死去するまで島中央のロングウッドハウスに暮らした。しばしば流刑と称されるが裁判や条約に基づいたものではなかった。イギリスはハドソンロー総督に監視させるにとどめ、館での生活はナポレオン一行の自由にさせていた。ハドソンローの干渉にナポレオンは 不満を漏らすこともあったが、ロングウッドの屋敷に、アンリィティアン・ベルトラン将軍とその家族、さらに32人の中国人を含むスタッフなどと、多数で、豊富な食料品を輸入して暮らしていたことが、近年に明らかになっている。ナポレオン幽閉の時代も、この島は東インド海車両のままであったが、イギリス政府の関与は、より大きくなった。ナポレオン派を警戒して、島には、 部隊が駐屯したほか、海軍の艦船が島の周辺を警戒した。また、隣の島である、アセンション島やトリスタンダクーニャ島にもイギリス軍が派遣された。1817年の国勢調査によれば、島には821人の白人住民、820人の兵士、618人の中国人労働者、500人の黒人自由民、 1540人の奴隷がいたことが記録されている。ナポレオンの死後、数千人の滞在者たちは島を去り、東インド会社が島の統治を続けた。ナポレオンが遊兵中に島のコーヒーを賞賛したことから、パリではセントヘルナ産コーヒーの評判が高まった。1833年に発布されたインド法により、1834年4月22日に、 王領直轄地となった1853年1月米国ペリー帝督のミシシッピ号が日本への来航途中に石炭補給のため寄港した。1870年代半ばまで大西洋とインド洋を結ぶ航海の用地として繁栄したが、スイズ運河海通以降は交通量が激減した。しかしなお多くの船がセントヘレナに寄港を余儀なくされた。 第二次ボーア戦争の間には数千人のボーア側捕虜の収容所となった。セントヘレナと外部を結ぶ交通は南アフリカ共和国のケープタウンとの間を結ぶ船便が3週間に一度の頻度で5日間かけて往来していた。このため観光客の満足な受け入れは愚か生活物資の確保にも困難をきたす状態が続いていた。かねてより旅客機の発着が可能な空港の 建設構想があったが、右与曲折を経て2017年に完成し、同年10月15日、ヨハネスブルグからの初の旅客定期便が就航した。これにより船便は2018年2月に退役している。主な経済活動は、漁業、家畜農園、手工芸品であるが、これだけでは全住民の生活を支えられず、不完全雇用が、セントヘレナの大きな問題となっている。 島を離れる良い機会とばかりに多くの住民はアセンション島で仕事を探している。フォークランド諸島のマウントプレザント空港の建設工事に従事する人もいる。現在の人口は少なく、経済は生産性の低いモノカルチャー経済であり、主にロンドンからの移入物資によって、島民の生活は支えられている。島は小さく、また現代経済における重要性が小さいことから、 島民にはイギリス政府が島を軽視しているとの不満が絶えない。2012年時点では ATM やクレジットカードが使える店、インターネット回線、携帯電話の基地局もなく孤立状態である。ジェームズタウン住民はセントヘレナ人が85%を占める。宗教は英国国教会がほとんどである。セントヘレナ号長らくセントヘレナ号によりイギリス本土、 アセンション島、ケープタウンと結ばれていたが、空港完成に伴い2018年2月に退役した。1829年に、セントヘレナ鉄道会社によって、ラダーヒルの斜面に作動が作られたが、1871年より、階段に変わっている、デジタル大地線の解説。コトバンク、2018年2月18日閲覧。中野京子。 名画で読み解くロマノフ家十二の物語公文社2014年146ページ ISBN 978から4から334038113ナポレオン流景地でも豪華な食生活セントヘレナ島、AFP2017 年10月17日閲覧隣といってもアセンション島とは約 1300km ト,トリスタンダクーニャ島とは 約2 4 3 0トル離れている。買い物は至難の業、供給不足のセントヘレナ島、AFP2017 年10月17日閲覧、ナポレオンの流刑地、絶海の古島セントヘレナ島に、初の民間定期航空便 AFP2017 年10月17日閲覧、ストリート、ヘレナ、カースドロックオブナポレオン S エ,エグザイル。ニューヨークタイムズ、HTTPS、 www.neetimes.com2012-04-01 トラベル超トトンヘレナカースドロックオブナポリアンズエグザイル HTML ハット RMS セントヘレナ号公式サイトナポレオンの流刑地絶海の古島セントヘレナ島に初の民間定期航空便2017年10月16日確認なお セントヘレナ島の年間平均給与所得は7280ポンドだが、この飛行機の運賃は往復で800ポンドで、南アフリカ本土からロンドンへの便よりも高い料金という。参考、ナポレオンの流刑地、絶海の古島セントヘレナ島に、初の民間定期航空便2017年10月16日、確認ハットビューズ・オブ・ストリート、ヘレナ政府旅行その他、ありがとうございます。